はい、皆さんこんばんは。本日はね、ムービックス伊勢崎で映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。触れるということでね、触れるを見てきましたと。で、チケットの方はね、こちらになります。で、入場した特典でね、リーフレットがついてましたね。はい、というわけでね、本日触れるということですけど、まあね、感動を売りにした作品というかね、そんな感じになってます。まあ、この触れるというこの生物ですね、この生物と、まあ、出会ってしまった3人の男の子、この3人の男の子たちは体が接触するとお互いの気持ちがね、包み隠さず知ることができるということで、そのおかげで3人はね、ものすごい仲良くなり大親友になったという、そういった設定になってますね。まあ、始まりはね、イケメンの身長の高い男の子、この男の子が子供の頃ですね、この3人はね、同じ島に住んでたんですね。離れ小島に住んでいて、まあ、その島の中でこの男の子が海のね、海岸のところのちょっとね、変なね、お社みたいながあって、そこでこのフレルというこの生物を発見するということでね、これを発見して持ってくるわけですよ、子供の頃で。持ってきたらいいんだけどね、この2人の男の子がいて、この2人の男の子が仲がいいんですよ。で、このね、秋というこの男の子かな、秋というこの男の子は喋らなかったんですね。家庭の事情がいろいろありまして、複雑な事情があって、コミュニケーションを取るのが苦手で喋らない男の子だったんですね。で、喋るよりも先にね、手が出るっていうね、ちょっとやんちゃなのかな、まあちょっとね、友達がいないんだけど喧嘩早いみたいな男の子だったんですよ。で、この男の子が、まあ、このフレールっていうね、この意味のわからないこのハリネズミみたいなこの生物を見つけて持ってきたわけですよね。学童保育みたいなところに持ってきたわけですね。で、そしたらね、この2人がそれを見つけて、なんだこれみたいな感じになって、で、そしたらこのフレールがね、わさわさし始めたりして、急に次の展開になるって感じですね。とにかく一番最初の冒頭部分はね、3人の男の子たちの、まあ、子供のシーンみたいなところをね、結構細切れに行って、とにかくこう進めてしまうって感じですね。何かあったらしいんだけどみたいなことで進めてしまって、で、小学中学高校ぐらいまでかな、仲良く島で暮らしていて、で、まあ、高校を卒業したのと同時に、この3人とフレルを連れてね、この3人は東京に出てくるわけですよ。で、東京のこの貸家ですね、オンボロの一軒家みたいなところですね、これを3人で共同で借りて、まあ、シェアハウスみたいな感じで生活をするって形で、ずっと仲良くね、男の子3人同じその島から出身ということでね、ずっと仲良く暮らしてるわけですよ。まあ、お互いこの相談するときはね、3人でこう手を合わせて触れるとお互いの考え方が分かって問題解決したりいろいろできるというね、便利な機能がありますよという話になってきますね。で、この作品はね、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないとか、心が叫びたがってるんだとかね、空の青さを知る人よとかね、まあ、心を揺さぶる青春作みたいなものを作った、まあ、スタッフはまた集結して作ったみたいな作品になってますと。で、そんな感じでね、この3人の男の子たちが、まあ、仲良くね、フレルを中心に生活をしてるわけですよ。まあ、社会人になってね、まあ、男の子が3人で共同生活していて、まあ、秋はね、バーでバイトをして、亮はね、不動産会社で就職するのかな。で、雄太は、服飾系の専門学校ですね、多分。そこで、勉強してるっていう感じで、まあ、フリーター、社会人、学生ということで、まあ、三者三様に分かれた感じですね。で、この作品ですけど、まあ、予告を見れば分かるんですけど、まあ、いろいろね、この3人の生活、やってる間は全然平和なんですよ。平和ですね。子供の頃が仲もいいし、気心が知れてるのでね、ものすごく仲良くね、こう暮らしてるわけなんだけど、体を触れればね、お互いの考え方わかるので、相談することもね、せず、まあ横着してね、結構この体を触れることによって相談したりとかするわけですよ。で、そんな感じのこの3人が生活していたんだけど、この美人系の女の子と可愛い系の女の子2人がね、友達なんですね、親友なんですね。この親友の2人が、まあ、ある事件をきっかけに、この3人が住んでいるこの一軒家ですね、ここに入ってくるわけですよ。まあ、シェアハウスみたいな感じですね。で、まあ、男女5人で生活をするという、そういった話になってきます。もうね、もうこれを聞いてしまったら大体わかるような感じしますよね。もう大体ね、もうこの設定聞いただけで、ね、なんとなくわかる言いますよね。まあ、女の子2人、まあ、可愛い系、美人系の2人がいて、男の子3人いるというね、
ここでまあ最初和気あいあいと、まあね、遠慮しながら和気あいあいと暮らしていくわけですよ。でまあ夜中ね、5人とね、この触れる1匹で、まあ連れ立って夜の公園とか、なんかフリスビー拾ってこれ投げて遊んだりとかするっていうね、まあ一番楽しい時ですよ一番こんぐらい温度差の時が一番楽しいなっていうところまではね、行って、あ、そこからだんだん、まあ、若い男女の問題になってくるって感じですね。まあやはりね、ここら辺のまあ恋心、まあ恋心が芽生え始め、まあこのね5人の間がねギスギスしてくるというね、まあ、そんな感じで、でこのね女の子2人側はこのフレイルの力を知らないんですね。フレイルの力によってこの3人がそのまああの心の内がね分かるなんてことは分からないわけで、知らないわけですよ。その中でまあこの5人でね共同生活をするっていうね、本当に最初の頃はね本当幸せだなっていうね、一番楽しい時じゃないですか。まあこれはね結構、まあ、人によってはね経験もある感じなんですかね。まあ5人のチームは大学生とかね、そういったまあ5人グループとか感じで仲良くつるんでるんだけどみたいなね、だんだんやっぱ若い男女なんで、まあいろいろね心の矢印は向いていくじゃないですか。でここら辺からまあ嫌な音をして崩れていくって感じですよね。やはり若い男の子なんで、この触れればね心の中がわかるなんて思っているのにもかかわらず、だんだんねやはりこう疎遠になってきちゃうというかね、心だんだんこうあの距離感ができてね疎遠になっていくみたいな感じで、であとねさらに触れるにはねもう一つ秘密があるわけですね。あの隠された能力、隠されたもう一つの力なんてことがあって、これがまあある程度ねこれが分かってくることにより3人の間がねギスギスしていくっていう感じですね。まあそんな感じの物語になってますと。でまあね個人的にはね全然心に響かなかったかなって感じですね。まあこれはね、まあ、映画っていうのはね人それぞれの人生やね価値観によってね響かないってあると思うんですよ。あの自分のねこう好きな映画評論家とかいるじゃないですか。映画評論家とかがね、私はこの映画が大好きでねみたいなね、あの人生ベストワンなんて映画があるあったりとかするわけだけど、案外そういったものに関してねあの全然響かないのとかよくあるわけで、それはねその人の人生と映画というもののねこの鍵穴と鍵がね合致した時にものすごいハマったりとかするわけで、あのそこら辺はね結構違ったりはするので、このねフレイルという映画がねものすごく心に刺さる人は間違いいるとは思うんですけど、まあ個人的には刺さらなかったかなっていうね、ちょっとそういった感じですね。なかなかねこれを感動したかというとそうではないなって感じで、まあなんかね結構アニメ映画っていうのは結構学生が主題だったりとかするので、で学生がね主人公であればね結構日本人はねまあ共有してるね経験が似てるからか、結構ね感動しやすいっていうのはあるんだけど、今回の映画はね結構社会人になったせいでそこら辺がね結構感情移入しづらかったかなっていう感想ですね。一応ねそこら辺をね考慮してたと思うんだけど、まあ社会人、フリーター、学生っていうねこの3人のねそれぞれの進路を変えてるとは思うんだけど、あんまりそのねそっちの方はね重きが置かれてないというか、一応ね生活するためにあるみたいな感じだったりとかしたりとか、あとねこのまあそれぞれね仕事先とかね学校先でのそのまた人間関係がまあいろいろねまあギスギスしてるのかしてないのかみたいなところもあったりとかするので、まあ本当にねまあ人によってはねこれが本当に刺さる人もいるとは思うんですよ。まあもしくはねシェアハウスをしてたりとかね、シェアハウスの経験をしてる人であればねより刺さるかもしれないし、このね若い男女のね5人の共同生活なんて僕にはね経験がないのでちょっとそこら辺はよくわからないので、もしかしたらねそこら辺を経験した人にはねものすごく刺さる話だったりとかするかもしれないんですけど、まあ個人的にはねそんな感動したっては言えるような物語ではなかったですね。まあ最後ねまあいろいろお互いの心がやっぱギスギスして離れていって、まあ大きな事件がねフレイルを中心に起きて、でやはり最終的にはやはりねお互いの気持ちが分かるというかね、
そういった感じになってはいくんですけど、あんまり刺さらなかったかな。まあ一応これね、この3人とあと2人のね、可愛い女の子が共同生活してくるってところまではね、結構面白かったんですけどね。でこれがだんだんギスギスしてくるってところもね、ちょっと面白かったんだけど、まあギスギスする理由とか、あとこのね、女の子たちがね、抱えてる問題があるんですよ。それが原因でこのね、男がいるこの家にね、入ってきたわけなんだけど、このね、女の子が抱えてる事件の方もね、扱いが軽いというかね、もうちょっと大事件になるのかなと思ったらそうでもなかったりとかして、この5人の関係が悪くなるためだけのね、なんかそういったスイッチみたいな扱いだったりとかするので、なんかね、あんまりそんなに深掘りしなかったかなって感じですよね。まあとにかくこの3人の心をどんどんね、離していくためのスイッチとしてあるなぐらいな感じしかなくて、そうね、女の子の抱えてる問題とかね、この女の子の存在とかも、まあ要するにこの3人の心を試してるだけのなんか試練みたいな感じで、もうちょっとね、深く描いてもよかったんじゃないかなって感じがしますよね。だから途中までは良かったなって感じなんだけど、途中から全然感情移入できなかったっていうのが個人的な感想になってますね。はい、というわけでね、まあ触れるという映画、まあすごい面白かったとかね、感動したって人はいるとは思うんだけど、そういった人のね、感想はそれはそれでいいと思うんですよ。そういったね、人生とね、重なる面があれば よりね、映画っていうのは感動できるので、ただ個人的にはあんまり、そんなに感情移入はできなかったなっていう感想になります。はい、というわけでね、本日はね、映画触れるという映画を見てきたでした。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではまた。